いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2010年モデルマセラティクアトロポルテスポーツ GTS をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのボンネットとガラスに若干の飛び石があり、フロント2本のアルミホイルに小さなガリ傷がございます。また助手席のドアと右リアドアのエッジの部分にそれぞれ傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約5万6千キロ走っておりますが、非常に綺麗な状態を保っております。外装色はビアンコエルドラド、インテリアはブラックトレッドのコンビハーフレザーシートが採用されております。今も高い人気を誇るマセラティクアドロポルテでございます。こちらは2009年よりデビューしたスポーツ GTS のグレードでございますので、非常にスポーティーに仕上がった1台です。フロントグリルはスポーツ GTS 専用のフロントグリルが採用されておりますので、迫力を感じられます。ヘッドライトに関しましては LED ライト付きキセノンヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性視認性ともに優れております。エンジンスペックに関しましては 4.7 リッター V8 エンジンが搭載され、最高出力は440馬力を発揮します。アルミホイルはスポーツ GTS 専用マルチトライデントデザイン20インチのアルミホイルが装備されております。またサスペンションに関しましては GTS 専用のローダウンサスペンションが採用されておりますので、重厚感がある仕上がりとなっております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは後期モデルより導入された新デザインのテールライトが採用されております。マフラーは2本出しのマフラーが装備されており、マセラティらしい官能的なサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉に関しましては手動で行っていただきます。大きなボディですのでスペースも十分に確保されております。また全体的に使用感もなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックトレッドのコンビハーフレザーシートが採用されております。運転席が若干の使用感はございますが、その他大きな傷汚れ等はございません。ステアリングは GTS 専用アルカンターラステアリングが採用されております。大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギア入れていただきますと、オプションでバックカメラも装備されております。走行モードに関しましてはスポーツモードが搭載されておりますので、より刺激的な走りをお楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックのシフトが採用されており、ギアのつながりも非常にスムーズですので滑らかな加速を実現しております。インテリアのパネルに関しましては GTS 専用のカーボン調パネルが採用されておりますので、イタリア車らしいおしゃれな雰囲気に仕上がっております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。リアのシートに関しましては全体的に使用感はなく綺麗な状態を保っております。スペースも広く確保されておりますので、成人男性の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2010年モデルマセラティクアトロポルテスポーツ GTS をご紹介させていただきました。走行距離約5万6千キロ走っておりますが、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。今もなお根強い人気を誇るクアトロポルテでございます。こちらは上級グレードのスポーツ GTS でございますので、よりスポーティなデザイン走りをお楽しみいただけます。またこちらのお車にはトルコン式のオートマチックが採用されておりますので、ランニングコストを気にせずマセラティらしい官能的なサウンドをお楽しみいただけます。弊社でも非常に人気の高いモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。